私の名前はパニコ、28歳の専業主婦です。サラリーマンの夫のユータと2人、マンションで暮らしています。平凡ながら穏やかな日々を過ごしていました。そんなある日のこと、我が家の近くに住む義母が脳の病気で突然倒れて入院。無事に手術は済んで退院することになったものの、介護が必要になってしまったんです。そのためユータと今後どうしていこうか夫婦で話し合っていました。私はお母さんの介護をするの大丈夫だよ。亡くなったうちのおじいちゃんの介護をしてたお母さんを手伝ってたこともあったから、一応経験はあるし。本当か？パニコ、申し訳ない。おじいさんって SP をやっていたっていうおじいさんのこと？うん、私は大のおじいちゃん子だったからね。そういや、お姉さんのはるみさんは遠くで一人暮らししてるんでしょ？連絡したの？そう、ゆうたにははるみというお姉さんがいます。ただこのはるみですが。ああ、一応ね。でもそういう面倒くさいことはパニコさんにやらせればいいでしょ。何のために結婚したのだってさ。義母が入院中もはるみは一度も病院にお見舞いに来ませんでした。実の姉ながらゆうたはかなり嫌っている様子です。私も数回しか顔を合わせたことがありません。私たちの結婚式に出席した際にも、はるみが大きな声で式場をけなしたり、披露宴の料理をまずいと言ったりで最悪な気分にさせられたことを覚えています。その後でゆうたに結婚式場を追い出され、さらには義母によって家も追い出されたのです。ひとまず義母が退院したその日から、私は通いで義母の介護をすることになりました。義母の介護を始めて数日後、近所のショッピングモールで義実家に必要な生活用品を買っていたんですが、その時に思いもよらない人と出くわしたのです。あー、パニコさんだ。え、はるみさん、なんでこんなところに？今日から実家に出戻ることにしたの。実は一緒に住んでた男と別れちゃって、今更働くのもめんどくさいし、金も住むところもないから実家に戻ってきちゃった。は、実家に戻ってきたってお母さんはなんて言ってるんですか？お母さんには、お母さんの体が心配だから戻ってきたとか適当に言ったら出てけって言われた。でも今やおばあちゃん化して怒っても全く迫力ないし、次の男ができるまで居座らせてもらうことにした。ゆうたはガミガミうるさいからまだ話してないよ。なんてやつだ。あの優しいお母さんに育てられた娘とは思えないくらい非人道的な。それよりパニコさん、これからうち来てお母さんの介護でしょ。お母さんからパニコさんに家事とかやってもらってるって聞いたよ。ねえ、一緒に帰ろう。車でしょ。いや、買い物に時間かかるのでお一人で帰ってください。歩いて5分ぐらいで着く距離ですし。私がそう言うと、はるみは急に頬を膨らませて、はあ、何その態度。お姉さまの命令が聞けないっていうの？嫁は黙って義士の言うことを聞くもんでしょ。と言うと、私が持っていたカバンの中にさっと手を突っ込みました。え、ちょ、何するんですか？私が慌てて身を引いても時すでに遅し、はるみは私のカバンからひったくったキーケースを私に見せびらかしながら、あそこのカフェで回ってるからと言って、ショッピングモール内のカフェを指さすと、呼び止める私を無視し、店員に声をかけてさっさとカフェの中へ入っていってしまいました。あのキーケースがないと車も動かせないし、うちにも入れない。ひとまず急いで買い物を終えた私、はるみがいるカフェに向かったのですが、あれ、いない。店内を見渡してもはるみの姿は見当たりません。代わりに私のキーケースとタバコの空き箱が置いてあるテーブルを見つけました。と同時に義母のアカウントから LINE が入ったのです。メッセージ画面を開いて思わず眉をひそめました。だってそこに、はるみだけど戻ってくるのが遅いから先帰ったよ。お金ないから私が飲み食いした代金払っておいてね。あとタバコ切れたからカートンで買ってきて、と書いてあったんですから。はるみと私は連絡先を交換していませんでした。なんなのこいつ。私はひとまず
キーケースだけ持って代金は支払わずカフェを出ました。あの人のためにお金を払う義理はないと判断してのことです。そしてタバコも買わずに議事館に行くと、義母は寝室で眠っていて、晴美はリビングでゴロゴロテレビを見ていました。あー、パニコさん、タバコ。当たり前のようにそう言って手のひらを私に差し出し、ちょうだいのポーズをしている晴美に、は？買ってませんけどと言い返しました。すると、は？買ってこいって言ったでしょ。知りません、はるみさんが自分のお金で買ってください。ショッピングモールにタバコも売ってましたよ。これから歩いて買ってきたらどうですか。この野郎。その後、私は台所で料理をしていたんですが、私の後ろでずっとギャーギャー騒ぎ立てていました。お姉様の言うことも聞けない出来損ないの嫁だの、私を怒らせてただじゃおかないだの、もううるさいのなんの。その日はどっと疲れて帰宅しました。当然帰ってきたユータにそのことを全部話すと、ユータは義実家へ直行、晴美を叱りに行ったそうなんですが、その時にショッピングモールのカフェの店員と警察が来ていたらしく、晴美が食い逃げ犯としてこっぴどく叱られている現場に遭遇したそうです。ショッピングモール内の別のお店で晴美の同級生が働いていて、防犯カメラの映像を見て身元を特定されたんですって。弁償金を支払うという約束でひとまず示談に落ち着いたそうですが、警察が帰った後、ユータが晴美を義実家から追い出してくれたそうです。これで一安心と思っていたんですが、その数日後のことでした。私がいつものように義実家の門を通った時です。表にはいつもは見ないワゴン車が止まっているなと思っていると、急に後ろから肩をガシッと掴まれました。驚いて振り向くと、そこには晴美とガタイのいい筋肉質の男が立っていたんです。私の肩を掴んでいたのは鬼の形相をしている晴美でした。よくも私をコケにしてくれたわね。カナタ、そのまま車に連行よ。カナタと呼ばれた男は私を無理やり連れていくと、ワゴン車の後部座席に私を放り込みました。ちょ、何するの。大丈夫よパニコさん、私はただ話し合いがしたいだけなの。助手席に乗った晴美が私を振り返ってニヤニヤしながらそう言いました。晴美は話し合いと言いましたが、彼方が私の隣にぴったり張り付いていて、何をされるか分かったものじゃありません。私の言うことを聞いてくれたらちゃんと解放してあげるからね。私今お金ないのよ。この間ショッピングモールに支払った、弁償金支払ったらもんなし、家も追い出されて、今は SNS で知り合った彼方のところに泊めてもらってるの。だけど住むところはあっても生きるためにはお金も必要でしょ。そこでパニコさんよ。パニコさんは私が支払っておけって言ったお金を支払わずに帰ってきたっていう罪を犯してるんだから、罰として私に毎月15万生活費を支払いなさい。は？罰？毎月15万円だ。そう、手始めに今持ってるお金全部出して。あなた、こいつのカバンから財布取って。ああ、わかった。はるみの一言にかなたは私のカバンを奪い取ろうとしてきました。ちょ、やめなさい。私は必死に自分のカバンを取られないように守りました。しかし、カナタがすごい腕力で引っ張り返してくる。次の瞬間でした。あ！カバンの取っ手が引きちぎれて壊れてしまったんです。このカバンは、亡き祖父が昔、私の誕生日にプレゼントしてくれた大事なものでした。ボロボロになったカバンを呆然と眺めるしかない私。そしてカナタが、そんな私などお構いなしで、壊れたカバンから財布を取り出し、晴美に渡しました。ああ、お姉さんの言うことをちゃんと聞かないからこんなことになるのよ。残りのお金は明日徴収しに来るからね。この時でした。私がブチギレたのは。そして、頭の中で一つの決意が生まれたのです。こいつをボコボコにしてやるってね。晴美さん。何？先に言っておきますけど、どうなっても知りませんよ。あ
この状況で何言ってるの？恐怖で頭バグっちゃったのかしら。チビ女のあんたに何ができるの？彼方はそこら辺のチンピラ以上に強いことで有名らしくて。アルミが言い終わらないうちに私はおりゃーと叫んで彼方の肘下を思いっきりひねりました。うわえ、いだだだだだ。彼方悶絶。この甘い。彼方が私につかみかかろうとしたその瞬間でした。こんなクズが。私は握った拳を彼方の局部に思いっきり落としてやりました。彼方はうずくまり、言葉にならない声を発しながら額にじんわり汗をかき始めました。その間に私は切れたカバンの取っ手で彼方の腕を拘束。あまりにあっという間の出来事に晴海は目を向いたまま口をあんぐり開けて、どうしてと真っ青な顔でつぶやきました。知りませんでした？うちの亡き祖父の仕事 SP で、幼い頃から護身術をたくさん教えてもらっていたんです。がたいが良ければ強いってもんじゃないんですよ、お姉さま。ほんとお姉さまってドアホですね。この野郎。助手席の晴海が叫びながら車から降りたかと思ったら、外から後部座席のドアを開け、右腕を私に伸ばしてきましたが、晴海の腕の肘から親指2本分のところを思いっきりギュッとしてやったんです。あぎゃー、あげた、あげた、こうさん、こうさんだから離して、痛い、痛い。ぴょんぴょん飛び跳ねながら涙目で痛がってる晴海。祖父に一番最初に教えてもらった護身術がこれなんですけど、結構痛いのよね。テサンリという首こりや肩こりに効くツボですよ。私は自分のベルトを外すと、そのまま晴海を後ろ手に縛り、後部座席にひょいっと乗せました。はい、一丁上がり。さらにスマホの録音停止ボタンを押してから、あるところに電話をかけました。ああ、もしもし、警察ですか？犯罪者が2人いるんで至急来ていただきたいんですけど。私が電話を終えると、晴海はあわあわと開いた口を青くさせて、さらにブルブル震わせて怯えていました。当たり前でしょ、ここまでされて警察呼ばないわけないじゃん。ちょっと、やよもう。私この間だって警察にガミガミ言われたばかりなのよ。今度こそ捕まっちゃうじゃないの。パニコさん、許してよ、お財布返すし。私は助手席から自分の財布を取り返すと、何言ってんのよ、この間のも今日のも自業自得でしょ。てか、お姉さまの言うことを聞けとか何度も言ってたけど、あんたみたいなクズ、義理でも姉だなんて思えるかよ。牢屋の中で反省しやがれ、と晴海に向かって仁王立ちで怒鳴りつけてやりました。その後のことですが、私がスマホでこっそり録音していたから話がかなり早く進みました。警察に連行された晴海と彼方は牢屋生活を送ることに。しかも調べを進めていくうちに、二人に詐欺やら窃盗やら余罪がいくつもあることが判明。二人はしばらくシャバには出られないでしょうね。そうそう、刑務所にいる晴海から私に謝罪の手紙が届いたんですが、もともと怠惰でわがままな性格の晴海は刑務所の看守からこっぴどく怒られる生活を送っているそうで、ストレスで頬もこけて髪の毛も抜け落ちてきたとのこと。ちなみに晴海から届いた手紙は破いて捨てました。さて、私はというと、相変わらず義実家に通い介護をしていたんですが、いろいろ考えた末、やっぱり義母と義実家で同居することにしたんです。義母は優しいですし、かなり穏やかな日々を過ごしています。この間の夕食の時も、パニコさん、これ。ん？何ですか？これは、この間壊れたおじいちゃんがくれたカバン、直してくださったんですか？ええ、下手くそだけどやってみたの。下手だなんてとんでもない、めちゃくちゃ綺麗に直ってる。
アルミが迷惑をかけてしまったからね。これくらいしかできなくて本当にごめんなさいね。そんな、お母さんは悪くないですよ。俺も結局何もできなかった。情けない旦那でごめんな。なんで謝るの。ゆうたは一番私のために動いてくれていたじゃない。ほら、それより二人ともご飯食べましょう。にしても今までおじいちゃんがくれたカバンだからって理由で私の宝物だったけど、お母さんが直してくださったってことでさらに宝物になっちゃったわ。本当にありがとうございます、イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。